して画面は切り替わって東京ヤクルトスワローズマスコットつば九郎の登場です。31年目に入りました。ツッ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 バックロー、はい、さあ今日もつば九郎の一言からいきますよ。はい、スーパーカラービジョンズームアップ。はい、キッズプロジェクト、子供たちにスワローズの良さを知ってもらう。はい、さあ子供の日ですからね。まさに昨日の試合、スワローズらしい出まくり出まくりました。スワローズらしさが出まくりましたね。村上選手の神宮100号ホームラン、そして塩見選手のサヨナラホームラン、センターバックスクリーンに行きましたね。そして今先ほど私がご紹介しましたけど、石山投手500試合出場登板ですね。そして大西投手今季2勝目、2イニングしっかりゼロで抑えましたね。試合前のハカムード最高です。はい、スマップの方も加わらないですか。いや、なんか昨日やってましたよね。はい、昨夜の空中クルリッパ、そう、あと90度でひょっとしたらのでした。惜しかったよね、一瞬頭に乗っかったもんね。ちびっ子たちも楽しんだと思います。はい、大人たちも盛り上がりましたね。大人の皆さんは昨日のデーゲームだ、昨日デーゲームだったから試合を楽しめたのではないでしょうかね。皆さんご質問出ましたよ。楽しいといえば明日から競馬は5週連続 G1 レースです。馬に目がないつば九郎、はい、よかったですねつば九郎。楽しくて待ち遠しくてたまんないのですか。どうした、つば九郎はギャンブル依存症ではありません。身の丈に合った楽しみ方をしています。よかったよかった、人様から借りてません。よかったよかった、チームはまだ借金がありますが、つば九郎は借金がありません。もう今日で完済しますから。そうです、で貯金はありません、貯金はないんだ。そこはチームと同じ。いやいや、これから作っていきましょうよ貯金。つば九郎も、はい、子供たちには難しい話になってしまいました。はい、今日村上選手に2本打ってもらって通算200号だ。さあみんなの声援で盛り上げていこう。お待たせいたしました、両チームスターティング。